あ、どうも皆さんこんにちは。今ですね、これ見てください。あの YouTube のこれ書き出しをね、編集して書き出しをしてる最中なんですけど、あともうちょっとで書き出し終わるんですけど、こういうちょっと隙間時間を利用してですね、今日はウクレレの弦交換をしてみようと思います。はい、もう弦交換の動画ってかつてね、もうガズレレではものすごく詳しくしてるんで、ここにちょっとねリンク貼っときますんで、ちょっとあのこれ撮影しながら、今ハニーさんがねカメラ撮ってくれてるんで、世間話でもしながら、あの弦交換をのんきに変えていってみようかなと思ってます。じゃあちょっとまあ今日はね、この、はい、ガズモデルの弦を変えていこうかなと思います。久しぶりに変えるような気がするなということなんですけど、はい、緩めて、最初緩めて、この水引き、これ挟まってるだけですからね皆さん、はい、挟まってるだけで、ここにほら、あのたまにね、ここのさ、ウクレレの弦とボディとかヘッドの隙間がね、すごく開いてるウクレレがあるんで、こういうの挟んで、この水引きを固定するといいよっていうことで、こうフェルトとか挟むといいですよね。最近、あの、購入してくださった方はこれついてるんだけど、うん、はい、あの、過去はあまりついてなかったもんね。またさ、ね、この、ここがさ、そうか。横向いてたからさ。あ、ペグがね、だからそこでね、ここのね、具合もちょっと変わってるんだよね、この高さがね。うん、はい、まあなんでそんなことを言いながら。ちょっとね、弦を変えていく。これ緩めて切るんですね。これはい、切っていきます。これはね、この間アコギの弦交換やったばっかりなんだけど、これハサミでねできるからいいんだけど、気をつけてね、これ切るときもね、ボディにも傷つかないようにね。ギターの時やっぱ怖かった、ね。そう、ギターは金属だからね、弦が。はい、こうやってこれもどんどんね、これね、結構カーペットに落ちるとね、分かんなくなっちゃうんだよね。ハニーさんが掃除するときにハッつって怒られちゃう。そう、まあのライブが終わってね、ちょっと経ちましたけど、9月9日からね、うん、今日何日だっけ、13日でしょ、ほら、うん、ここにガズラジ知ってますか。毎朝スタンド FM で朝7時半から365日毎朝配信してるラジオ放送やってるんですけど、ここでね僕はあのね、おしゃべりして撮ってるんですけどね、それで映してるサムネイルがこれなんですけどね、ここで今日弦を張り替えていきましょう。こんな感じでゴミ捨てるときにこうやってまとめるといいよということで、うん、あ、落としちゃったけど。はい。そしてこれ、やっぱり汚れてるからね、ちょっと拭いていこうと思います。うん、今日は、はい、こうやって T シャツとかさ、もう着古しちゃった T シャツとか、こうやってね、ちっちゃく切ってね、これウエスとか言いますけどね、こういうふうにボロ切れをね、用意しておくといいですよ。で、こうやってまあ、さーっと軽く取ってあげて、はい。イベント終わってどうですか？ちょっと間が空くんだよね。9月の9日から次が、うん、ね、10月21日の大阪なんですけどね。なんかだから、間に一回ちょっとリハーサル入れたいなと思ってね。そうそう、やっぱ感覚がね、ちょっとね、うん、あの、取り戻すまでにね、なんかかかるかなと。今日はボディはこれで拭いていこうと思います。はい。ギターポリッシュというものがあってですね。これ素材によるんだけどね。そう、あの、これオレンジオイルっていうのは、こういう塗装してない、こういうところに塗るのが良くて、これ塗装してある面は、こういうポリッシュっていうのがいいんですよ。で、ここにこうやって塗って、こうやって拭いていくと綺麗になる、すごい。ピカピカになります。まあ、どうせならね、綺麗してあげないと。これね、今夏が終わって、これから秋になるから、要は湿度がある時期から乾燥の時期に向かっていくんでね、うん、今一度こんな風にね、あの、一回、お手入れするのおすすめですよ、ということでね。はい。ほら、めちゃくちゃ綺麗になってびっくりするね。ピッカピカ。も使えるの？これはね、あの、塗装の種類によるんだけどさ、家具、無垢材の家具はこっちの方がいいと思うね。無垢材っていうのは塗装があまりしてないやつ。まあでも、僕は、使い分けてて、ラッカー塗装とかいろいろあるんですけどね。なんか、まあこういうギターポリッシュ。うん。これもいつ買ったんだろう、大昔だ。はい。こうやって拭いていく。で、こういうツルツルのね、これストラップとか外してあげてもいいかもね。よいしょ。こんな感じでポリッシュをこうやって塗って、拭いていこう。いっぱいね、ありがとうね、愛を込めて拭いていきます。すごい綺麗だ。綺麗でしょ。もうピカピカ、もう新品みたいなのが、この輝きすごい。あれ本当だね、表面仕上げ ね、このジーラムのウクレレ塗装がね、やっぱりすごいいいからね、うん、このネックの後ろとかもこうさーっと拭いてあげて、ヘッドとかに、ね、で、ここだよね、ここって弦張ってある時にさ、掃除できないポイントだからね、こういうところをこうやって掃除してあげると綺麗になるぞーと思います、はい、で、僕らも毎朝ね、朝ウォーキング行ってんだけれども、そこのウォーキングでですね、2人でね、ずっと歌いながら歩いております。
そう。歌詞を覚えるのもなんだけど、ね、でもあれってすごい、なんていうの、すごい集中力高まってウォーキングも効率いいよね。そうね。あっという間にウォーキング終わるよね。うん、ほら、めちゃくちゃ綺麗になった。はい、これいろんなメーカーからこのポリッシュっていうの出てるんで、あ、そうなんだ、楽器屋さんとかでね、いろいろ買って調べてもらうといいと思います。で、こういうところは塗装がしてないところはこのオレンジオイルがいいよ、これね。うん、これはあのアメリカのさ、よく映画とかに出てくるマホガニーの家具とかね、そういうアメリカの映画に出てくるような家具はこういうのでね、磨いてるんですよ。こうやってね、潤いを、この潤いをね、与えてあげる。これが大事ですよ。これから乾燥する時期なんでね、あれ特にね、化粧水みたいな。ワックスと結構汚れてる。やっぱりずっとね、引いてるからね、汚れてる。ワックスとは違う。これオイル成分だからね。うん、さっきのやつはもうワックス、ね。これもさっきのはポリッシュってもうワックスみたいなもんですね。なるほど。そうそうそう。あ、これね、これ取れちゃうから気をつけてね、掃除してる時にね、うん、乗っかってるだけだからね。はい。それでこの間あれよ。アコギの時にはちょっとこれ金属磨きで磨いたんだな。はい、これもちょっとやろう。はい、これこういうね、こういうのがあって、フェルナンデスなんとか946スクラッチメンダーとかいうのがありましてですね、これ磨き粉なんですけど、これちょっとこういうとこつけて、こういうとこちょっとこうピッとつけてあげて、こんな風にねつけてあげて、このフレットのところ、この金属部分、あんまりこうたっぷりつけるっていうのはあれ、磨いていく、こんな感じで全体的に最初フレットにこうやってひっつけといて、こんな風に磨いていくんです。そうするとほら見て、これで金属で磨かれてます。研磨とは違うの？研磨ですね。だから研磨だけど、なんていうのかな、ピカールと一緒なんじゃない？あ、なるほどね。ピカールってね、ちょっとこれカタカタ言うの嫌だからね、そういう時はこうなんかこう台にしといて、そうそう何でも身の回りにあるものを使っていきましょう。こうやってね、原稿感してる時ってこう清い時間ですからね、なんかこう清らかな気持ちになる。僕ギターやずっとやってたけど、原稿感は清らかな時間ですからね、ありがとうと、いつもいい音出してくれてありがとうなっつってこう言いながらやるのもポイントですからね。愛をこう与えてもらって、愛を与えてってことですから、はい、こうやって、磨くと、ほら金属磨きってこういう色になるんですよね、うん、でもう一回これ何回もこうやってこれをまあ拭き取っていく。一回磨いた後はこの磨き粉を、これちょっと順番間違えたな、最初磨いてからオレンジオイルだったな、順番的には間違えちゃった。まあまあいいでしょう。よし、そんな感じで磨いていくと、やっぱこのフレットもピカーっとしてくるんですよね。うん、うん、いいね、いい感じだ。よっしゃよっしゃ、いいじゃないか。この間仕上げの頃で東京のイベントの時に、弦をいつ変えるんですかってすごい聞かれた。弦を変えるタイミングは、僕はね、ものすごい弾いてるから、ガズさんはね、うん、1弦と4弦のここのところがね、ちょっとね、弦がね、こうへこんでくるんだよね、使ってると、うん、それを見てます。1弦と4弦のここのフレットのところの減り、ここの12、僕の場合はこれ12フレット仕様だから、ここでね、やっぱ一番こうなんとなくこれやばいなと思って切れるんですよ、ガズさん結構めちゃくちゃ弾くからね、やっぱり、うん、皆さんのね、比じゃないぐらい弾いてるっていうのがあるから、ね、でちょっとさっき順番間違えちゃったって言ったんだけど、ここでまたなんだっけ、オレンジオイルをまた塗ってあげよう。はい、薄くね、これべちゃべちゃになっちゃったんですよ、このちょっと潤いを与えればいい。よし、さーっとこんな感じで塗って、はい、これでこの指板の感じはいい感じになったんじゃないかな、うん、ほらピカピカだよ、フレットもね。よし、じゃあさっくりと弦を交換していきましょう。はい、もちろんこれ柔らかいウクレレ弦、ガズレレ G ラボの弦を貼ります。これはね、お得ですよ。あ、このウクレレ弦のことはここにリンク貼っとくんで、ちょっと見てみてください。これ2回分入ってすごくお得でね、もうこのメーカーのね、ここのタイトルにも書いてある柔らかいウクレレ弦ってもう書いてあるから、とにかく柔らかいです。で、2回分入ってるっていうのはなかなか画期的なんですよね。はい、で、これを購入すると、ここに QR コードがついてて、これを見るだけで、弦の貼り方、よく分かれますから。で、こう開けると、はい、これ入ってますからね。ほら、2巻き入ってる。2セット分。なんで、これもちろん今日これ1個しか貼らないから、1個こうやってこのまま取っておきましょう。はい。で、ほどいていくんですけど、ここに色が書いてあってね、弦のこの後ろに。分かるかな？
オレンジとか緑とか、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、うん、分かる。これで弦が決まってます。で、僕はね、4弦から張っていくんで、4弦は、パープルということなんで、これだよね。パープル。ここに、そう、書いてあるで、パープル。ほら、色がついて、布と同じようについてるんだよね。そうです。で、ここ、玉作って、ここに引っ掛けるから、はい、これも、もうこれ、詳しく説明しないよ。2回縛る。もう慣れてるから、ガンズさん。数値だよね。そう。しょっちゅうやってるから。で、こうやって縛っといて、玉を作って、これだから、あれだよね。要塞に似てるよね。で、ギリギリのところでこんな風に切っといて、こんな風にね、うん。はい。これをこの溝に、はめるわけ。キュッ、キュッ。はい。で、ぴったり収まる。ね。見える、この中ね。で、こっち貼っていくわけ。はい。貼っていくわけ。うん、で、次3弦は、緑色だっていうから、この中から、緑色を探して、あったー。はい。緑色、3弦が一番弦太いからね。3弦は1回縛りでいいです。3弦は1回縛り。だってすごい素朴な質問してもいいですか？どうぞ。この色は2回分入ってるじゃん、うん、あれもう1回分ここに入ってる。あ、袋がちゃんと2個あるんだ。袋っていうか、いや、4本で1巻きにしてあるから。すぐ分かる。だからもう1個あるんだよね。もう1個。そういうことね。はい。これも同じようにこうね、はめ込んでいくという感じ。で、次が、2弦が何色だ ?2 弦が黄色。2弦が黄色だから、どっちだこれがこれが黄色か。あ、これ青だった。これが、黄色だな。はい。色ついてない方で巻く方がいいと思うね。こっちに色ついちゃうもんね、そうすると。あ、でも切っちゃうから関係ないか。これどっちでも大丈夫だ。2弦ぐらいは2回縛ったらいいと思うな、やっぱり。この縛り方はさっき言った弦交換のところでもうガズがめちゃくちゃ丁寧に解説してるんで、こんな感じでまた玉作って、うん、キュッとこれ引っ張っといたらいいの、もうちょっとね。うん、で、これも端っこのギリギリ、あんまりでもギリギリ攻めすぎてもね、またほどけちゃうかもしれないけど、そうだね、またここにキュッと。小杉さんって自分で弦変えたことあるの？昔ね。あるか。一回、そのガズレレ動画を見てできるかどうか。ああ、そうかそうか。やってみてどうだったっけ。私は難しかった。まあね、これ慣れないとね。で、ガズさんめちゃくちゃ慣れてるからさ、すげえ早いよ。すげえ早いです。はい、またこっち1弦はね、もちろん2回縛ります、うん、2回縛ってピッと引っ張ってカッとか玉にして、またここピッと切って、これいいね、ウクレレはハサミでできるから ね。ギターはね、ニッパーとかね、あの針金だからね、言うたら、はい、キュッと引っ張って、はい、これでここが決まりました。はい、綺麗。で、あとこっち巻いていくだけよ。うん、巻いていくだけっつうけど、みんなこっちがね、大変なんだろうな。そっちの原理が納得できるまでがちょっと時間かかる。そうね。よいしょ。その下にかませるとかさ、そうね。あれが。まず4弦をこうやっていって、これ4弦も編んだ方がいいから、まあこうやって巻いていくわけだから、こっちに、踏んでもらいたいんだな。こうだ。こうやって、これがね、分かんないんだね。くってって、こういう形。ちょっと待って。こういうふうに、ここで踏んでいくわけだから、自分の。見えた。ね、これね、分かるかな。これ、巻いていくよ。まあ、これ、あの動画で見てよ。そう、ほら、自分で、自分の弦を踏んで、うん、自分を乗り越えていけってやつですね。このペグはね、いいペグよ。これ、ギアが入ってんだから、この後ろに出てるペグね。そうね。ギアっていうか、この、だから、1対1で回ってないっていうか。うん、これはすごいの。で、こうやってある程度中に、まあウクレレの弦はね、すぐ伸びちゃってですね、なかなかチューニング合わないんだけどね、うん、はい。ちょっと今日カメラ見せるから、普段は膝の上で乗っけてやるんだけどさ、みんなに 見えるようにちょっとここでやってるからね、やりづらい。うん、よいしょ。こうやってちょっとこの何を巻き代を残してね、置いてあげて、こうだな、編み物みたいなもん、編み物。これ邪魔か、邪魔だったらいちいち切ってもいいんだけどね。はい。これもこんな感じで踏み越えていけよと。はい、はい、はい。下に巻いていきますよ、これ。いつも言ってるけどね。うん、そうだね。言うね。はい、そうそうそう。これでちゃんと溝の上にね、こう乗っけてあげると。ちなみに何で下に巻くの？下に巻けないと、こっから外れちゃうんだよね。下に押し付ける力が必要なんですよ、これ。角度がこうなってるでしょ。そうそうそう。で、ちょっとこれ切ろう。ね。邪魔だから。これ傷つけないでね、こう切るときね。
そういえばなんかその貼り方も動画ってあるんですかっていうふうにね。あるんですよ。さっきも言ったけど概要欄にも弦の貼り方貼っとくけど、うん、この弦買ってくれた人はこの QR コードがそうだし、ね、かなり分かりやすいと思います。はい、今日はね、普段の感じでこう貼り替えてるよということをやってみると思います。こっちはこれ、2弦と、1弦は反対巻きになるからね。これ結構ね、同じ向きに巻いちゃう人が結構多い。そうね。こうして、こうやって、こういう形でね、こうやって踏んでいくわけだから。で、こうやっといて、こっちに巻いていく。そうするとほら、踏んでくれるでしょ。ね。下に巻いていく。なかなか。うん、これはね、まあ何回もやって慣れるしかないな。はい。あ、ちょっと今、なっちゃった。よいしょっと。おい。ほら、綺麗に巻けた。はい、ほら。そうすると見て、ほら、こっちはこっち巻きになって、こっちはこっち巻き、これ。そうだね。そう、左右対称だからね。はい、じゃあ切っちゃって。で、最後1弦。これだからさ、ギター6本あるんだけど、こっち4本だから。楽よ。で、また同じようにグーッと入れて、これ、最初こういうふうにね、ちょっと調整するといいよ。ほんで、こうだな。こうで、こう、こうでね。よし。こうやって押さえといて、キュ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 と。ライブ5回のうち3回やったけど、どうだった感想は。もうなんか楽しいでしょ。楽しい。ね、楽しかった。気持ちよかった。うん、ライブやる人の気持ちが、まあ、わからんでもないな。そうね。あとやっぱ、お客さんに恵まれてるから ね、もう本当お客さんの優しい、空気の中でね、本当演奏できる。やっぱ、普段のね、なんか、夫婦でセッションとかみんな見てくれてるからね。うんうん、はい。一応これで、ほら、貼り終わり。で、ここからチューニングをしていくわけだな。ちょっと待って。で、チューナーを出そう。はい、じゃあ、チューナー。はい。Gラボのチューナーを使ってきます。これはね、だからウクレレのチューニングはね、合わないよ、なかなか。いつも言ってるけど。まず、G ちゃん、イエーだから、F、G だけど、だってこれどんどん落ちるから、このギュンギュン引っ張っちゃうガスは、うん。このぐらい引っ張ってよ。見て。ぐん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 。それでもまだ伸びるからね。はい。で、次はここは G ちゃんだから C。ほら、ぐんぐん引っ張ってます。素材が伸びるからね。はい。G ちゃん、イエーの子、E。D シャープ E きた。で、引っ張る引っ張る、ぐんぐん引っ張る。何回もやります。あんまり若手からで引っ張りすぎると切れちゃうからね。だけど、ある程度引っ張ってあげてる方がいいです。最初は。はい。で、次 A。A, B, C, D。E、E, E, E。やっときたけど、引っ張ります。ぐい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 。よし、いいね。だいたいこんな感じ。で、また、もう一回。まだ緩んだよね。G と。で、ここ C。次、E。で、一弦が E。あれ ?G, C, E。A、A だ。間違えちゃった。何やってんだ ?A。G シャープ、ギターと間違えちゃった。この間ギター変えたばっかりだから。A でした。一弦ね。はい、で、引っ張って。すごいでしょ、音がどんどん変わる。一回あったと思っても、ちょっとこっちで引っ張るだけで、ね、このぐらい引っ張ると、ほら、もう G シャープになっちゃう。A。まあでもそろそろ落ち着いてくるんじゃないかな。このぐらい引っ張ってるからね、ガズの場合は。そうね。でもまあこれはやっぱ1週間ぐらいはちょっと不安定。どうしてもね。はい。一応これで合った。それで。いいね。これが気持ちがいい。はい。これで一応お掃除兼ね、張り替えで、最後にもう一回このポリシーで拭いてあげるのいいと思うよ。結局また、弦変えるときにいっぱい触ってるからね。確かに。はい。で、まあ一応これで完成なんだけど、今日は特別編で、これを使ってみようと思います。はい。
こういうのね、接点洗浄スプレーっていうスプレーがあって、これエレキギターをやる人はすごい使うんだけど、何をしてるかっていうと、これピックアップがあって、これライブでもこう使ってるから、ここであのなんかね、金属がこうインプットするときに触れるでしょ、その時にその金属に使ってないと膜ができちゃったりして、あのうまくね伝わらないっていう時にね、こういうのをこんな感じでこうやってやりすぎはダメですよ。分かった、シュッて取れちゃった。はい、こんな感じでもうこれだけでいいです。はい、こういうのをちょっと、やっておくといいかなというふうに思います。これピックアップ付きですからね。はい、これで、ストラップを戻してあげて、もうこれでね終わり。ね、今は説明しながらやったからね、綺麗に掃除したりしながらやったら、普段だったらほんと5分そうだね3分、うん、3分でもうバーッと変えちゃうんですよ。もうしょっちゅう変えてるからね。で今弾いてみるとまた多分ずれてる。しばらくまあチューニングしといてもらって、でもまあこんな感じです。はい、これで弦の張り替え終了です。綺麗に張り終わりましたということです。はい、弦はね、あのさっきも質問あったけど、どういうタイミングで変えるか、もう結構変えなくても優しく弾く女性とかは全然大丈夫だもんね。いつもハニーもね、全然弦がね減らないんだけれども、あの気分を変える時でもいいし、違ういろんな弦、このもちろんね、このガズのプロデュースしてる、あのモジャ君のセレクションしてるこの柔らかウクレレ弦めちゃくちゃいいけど、他の弦もいろいろ貼ってみるのはやっぱおすすめだよ。やっぱりいろいろ経験してみればいいじゃん。だから全然まだ使えるんだけど、そういう問題じゃなくて気分を変えるとか、弦の素材によって音も全然違うし、弾き心地とかまで全然違うから、ちょっといろいろ試してもらったりとかして、あと一番いいのは、あの弦を変えるときにね、やっぱこうリフレッシュできるんだよね。掃除したりとか、うん、ありがとう言ったりして、その手入れするっていうのはやっぱ大事ですからね、うん、はい、そんな感じで、あ、ちょっと書き出し終わったかな。あ、終わった。ほら見て、ほらここ見て、はい、共有は正常に完了しましたってこう出てるわけですよ。これを待ってる間にね、さっとこういつもできちゃうっていう感じで。はい、じゃあこれはこれから YouTube にアップロードするんですけど、今日はね、なんかふっと今、どうせゲームからやるんだったら、あの動画にしてみようかなと思って、あの、うん、もう解説はしてるけれどもね、うん、はい、やってみました。これね、かわいいかわいいっつってね、こう、かわいがってあげるのが楽器のまた一個のね、なんていうかな、あの正しいお付き合いの仕方でございますから、楽器育てるわけですからね、うん、はい、そんな感じでした。はい、ハニーさんもあの撮影ありがとうございましたというわけでございます。はい、そしたら楽しいミュージックライフ皆さんお過ごしください。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルと、あ、ガズピアノもよろしくお願いしますね、うん、10月に本が出ますよ、この本。これも概要欄に貼っとくけど、これはまあまあ、あの僕とハニーさんがね、あの一緒に先生役やってるんで、はい、楽しくやって、あっちからこっちからね、音楽で楽しい人が増えればいいなと思ってやっております。これを入れるの忘れてた。これあれだね、なんか言い忘れてたけど、ほら、よく見るとこれコーディネートされてるんですよ、これ。ストラップと。やっぱこういうのもね、ちょっと気が利いてるなと。はい、これで挟むだけだから、このガズレレ水引きは、うん。このガズレレ水引きのこともちょっとこの辺に貼っとくけれども、そんな、あの、ゆるい動画になっておりますね、今日は。はい、じゃあ皆さん、さようなら、バイバイ。